抜かりはないわ。ここにちゃんと持ってきたから。あい、いい仕事したわね。トウカちゃんのピュアな乙女道にはひっそアイテムだもんね。マジ鬼に金棒だわ。あ、トウカちゃん、なんだかんだ焦っちゃう気持ちもわかるけど、くれぐれも本人には気づかれないようにね。 女を磨くなら、さりげなく。これってば永遠のテーマだから。長いは危ねえ。早いところブツ渡しちゃいなよ、ユウ。見つかると厄介だ。オッケー。トウカちゃん、全部実行するのは難しいだろうけど、 今回の特集記事はきっと役立つはずだよ。頑張ってね。助力感謝する。水くせえことは言いっこなしだよ。トウカちゃん、愛と愛と。 ならいいけど、 もし嘘だったらカスピ海に浮かぶことになるから。おーい、シド！おっと、お姫様のお出ましだ。邪魔者は退散、退散と。長生きしたい？ じゃあ、トウカちゃんを泣かせないこと。シド、こんなところでどうしたのだ？そうか、デートか。これは早速アイテムを使用せねばなるまい。 ちょっと待っててくれ。 また会いたくさせるマル秘テクニック解禁。今日からあなたもリアクション美人。違う違う。ん？特集ページ、これだ。何何？女らしい女のデートとは。ほう。よし、これで行くのだ。
すまぬ指導、待たせたな。うむ、まだ全部を習得できたわけではないがな。どこへも行かんぞ。シドウはここで座って待っておればよいのだ。卵はどこだ。お前が卵だな。ボールと、それから計量スプーンか。どこだ。そこか。違う、ここか。いない。ならばここだな。指導はそこで座ってなければならないのだ。男子厨房に入るべからずだぞ。視界が悪くなってしまったぞ。牛乳入れるのを忘れていた。あ、しまった。これでは床が滑って危ないではないか。おのれ牛乳め、こしゃくな真似を。ん、先に卵を入れるんだったか。今からでも遅くはあるまい。使えぬか。仕方あるまい。新しいので。おのれ、ツルツルしおって。ならばまとめて。ならば卵抜きだ。牛乳があれば問題なかろう。どうした？まだチンなるものをしてなかったではないか。レンジで簡単、誰でも生クリーム。不器用なあなたも温めるだけでパティシエ気分。これだな。さて、その間にフライパンを熱して。
れだ。真っ白で何も見えん。良いのだ。生クリームなどなくてもバターと蜂蜜があれば十分。よし、あと少しだな。女らしい女は台所で頑張るのだ。フライパンを熱するとはどれくらい熱くなればよいのだ。そろそろ熱くなった頃合いか。私は無事だが、こんなはずでは。これではシドに食べてもらえないのだ。しかし…すまん。そうなのか。ついた焦げ目にバターと蜂蜜がたっぷり。そして中はふわふわ。シドはホットケーキ作りの天才だな。本当か。あ、いや、それではダメなのだ。私が指導に作ってあげねば。いつか…何を怯えているのかね。今日もこそこそと一人抜け出そうなんて。デートだな。また今日も誰かとデートなんだろう。
前ばっかり不公平だ。今日は俺もついていく。いやだね、今日は絶対ついていって俺もお商売に預かるんだ。いつかなんか大嫌いだ。出かけるのか？シドウが行くなら私も行くぞ。シドウが行きたい場所はないのか？公園？うん、行ってみようではないか。良いのだな。気持ちいいぞ。
シロウ君、苦戦しているようですね。失礼。こちらのモニターでトウカさんを観測していたもので、何か何とブランコでそのようなプレーを。シロウ君、それは素晴らしいご褒美プレーですね。できればブランコのチェーン部分も有効に活用した二人乗りを所望したいところですが、おや、そうでしたね。しかしそれなら悩む必要はないでしょう。へい、乗っちゃいなよ、言うで決まりです。待たせてしまった分ストレス値も増加しています。断れば、あるいは暴走も覚悟すべきでしょう。あまり時間はありませんよ。さて、私は司令にブランコ縛りプレイをしてもらうためプランを練らねばならなくなりましたので、これで失礼します。最後に一つ、シロウ君、不可能は可能になりますよ。シロウ、誰からだったのだ。そんなことはいい、話が終わったなら早く乗るのだ。おお、良いのか。では乗るぞ。バカ者、早くブランコを動かすのだ。ではそろそろ帰るか。腹が空いてきたぞ。用事ができちゃって、うん、なんとか。
私だって好きでやってるんだから。私やっぱりお邪魔だったかな。そっか、仕方ないな。指導は決めたら一直線なんだから。連れててもよかったのよ。ううん、なんでもないの。とりあえず洗い物手伝うね。手伝うのはありだよね。お任せあれ。私にも皿洗いというものを手伝わせてくれないか。今日は違うのだ。ここは女の城だから、あれだ、城をきれいにしっかり守るのが大事なポイントなのだ。トーカちゃん、よろしくね。うん、こちらこそ頼むぞ、リンネ。ところでシド、皿洗いとはどう？はいはい、お任せあれ。世話をかけるな。どういたしまして。そうそう、トーカちゃん、その調子だよ。
それで良いのか？よくあることだから気にしないで。お皿をきれいにしようって思って力を入れてこすると滑っちゃうんだよね。私も割ったことあるし。リンネがか？信じられんな。だが分かったぞ。あまり力を入れずにやればいいのだな。よし。やれるかもしれん。私では力不足なのだな。すまん。トウカちゃん、大丈夫かな。明日からは私来ないんだからね。指導、ちゃんとトウカちゃんやみんなをフォローできる？そういうわけじゃないの。でも指導この前まで倒れてたんだし。そこまで言うなら任せるけど、無理そうなら言ってね。私はそろそろ帰るね。うん、送らなくていいからね。また明日ね、シド。幸せな朝を迎えられるのを祈ってるから。
おやすみなさい。その程度で済ますわけないでしょ。通報されて今頃とっくに夜のワイドショーで時の人になってるわよ。親友の誰かさんがきっと引っ張りだこにされるでしょうね。これはシャレじゃなく、あいつはいつかやると思ってました。だから常々セクシャルビーストいつかと呼んでたくらいですから。でもまさか妹とそういうことになるとはとか言われて、そうなりたくなかったらノックくらいしなさいよ。ゼニー氏だってもう少し感慨深く生きてるわよ。何よ。心配されるようじゃ私も末期ね。私の体は大丈夫よ。問題は違う方。今日フラクシナスで結界を破れないか試してみたの。ラダトスク本部と連絡が取れないままじゃどの道ジリ貧になっていくのは目に見えてるから。でも結論から言うとそれは不可能だった。ねえ、悔しいけどね、ブラクシナスのベーシックリアライザとコントロールリアライザの生成する膨大な魔力をもってしてもダメ。最大出力のミストルティンも歯が立たなかったし、力技ではどうにもならないわね。それだけじゃないわよ。あなたと違ってこっちは単細胞生物じゃないんだから。
にいいわよ。指導が変に器用で複雑な人間だったら逆に疲れそうだし。とにかく今のところどん詰まりには違いないわね。何よ、ひょっとして励ましてるつもり？もう少し気の利いたこと言えないのかしら。しようとするからよ。でもありがとう。気持ちはもらっておくわ。ん？待って。ちょっと角度を変えて試してみれば。指導みたいに正面突破ばかりじゃダメってことよ。封印にはある程度そういう面も必要だけどね。今回の場合はダメでしょ。考えてみればここまで強力で範囲の広い結界を誰にも気づかれずに張るなんて不可能だわ。普通なら絶対探知される。だからこそよ、おそらくだけど何か仕掛けがあるわね。例えば結界を安定させる足場みたいなものがあって、作ってたものをそれに乗せたとか。だけどそれも見つからない以上は机上の空論に過ぎないわね。でも似たようなものは必ずあると思う。そうね。ま、何か不審なものを見つけたりしたら教えてちょうだい。逆に言えばできるのはそれくらいよ。少なくとも今のところはね。指導より優秀なエージェントが今まさに働いてくれてる最中なんだから。むしろそっちは私たちに任せて、指導は精霊たちの状態を落ち着けることに専念してちょうだい。素直じゃない？とにかく仮に足場があるとするならば、よほど強力な擬態をしているってことよ。あれもその一つね。だけど
そんな表面的なものだったらブラックシナスで調べた時に引っかかってるはず。だから異物ということも認識できなくなっているのかもしれない。この世界に完全に溶け込んでいて、というよりむしろそのものになっていて、そこにあることが当然になってると考えるべきかしらね。さあ、知らないわよ。指導の足りない頭も遊ばせてないで考えなさい。それにしても結界を張ったやつは何が目的でこんなことしてるのかしら。そもそもどんな意味が。精霊をってこと？確かに可能性はあるわね。ええ、分かってるわよ。それじゃあ、今日はもう休むわ。シード、なさい。まだ寝てるつもり？誰がリンネよ。何いつまでも寝てるのよ。今日からあなたが朝食の用意をするんじゃなかったの？来ないも何も自分で断ったんでしょ。まったく、まだ本調子じゃないくせに無理しちゃって。別に輪廻相手にカッコつける必要もなかったでしょうに。なんでもないわ。で、さっきから何ぼーっと突っ立ってるわけ？着替えもしないで何様のつもり？それとも可愛い妹に手伝ってもらいたいアピールなわけ？シド、あなたとんだ変態ね。それくらい分かってるわよ。私だって幼なじみなんだから。とりあえず今はするべきことがあるんじゃないの？それでいいのよ。
指導がどんくさいせいで始まっちゃうじゃない。朝の占いに決まってるでしょ。でしょ、別にちゃんとご飯も食べるし。言っとくけど、これは頭を回転させるために必要な糖分を摂取してるだけよ。ヒトと違って私は考えることが腐るほどあるんだから。あなたの理解力が足りないのよ。うるさい男は嫌われるわよ。お、天狗タワー映ってる。珍しいわね。ま、話題を奪われちゃったってところかしらね。もともと観光スポットとして訴求力が強かったわけでもないし。天狗タワーって言ったら一時期流行ったじゃない。モニュメントの前で約束を交わしたカップルは。おはようございます、シドさん。やっほー、シド君、おはよう。今日からリンネちゃんいないんだって。ヨシノってばさ、シドウくんが大変なんじゃないかって朝から心配してたわけ。まだ病み上がりなのに大丈夫かなってさ。よかったね、ヨシノ。きっとシドウくんはお料理するヨシノの可愛らしさにメロメロだよ。そうかな。そうでもないと思うけどね。よしの、どんまいどんまい。今、シドウくんやっちゃった。よしの、早く早く。
く似えたみたいです。ヨシノがいてくれたからです。ヨシノはやればできちゃうんだよね。あー使った。ごめんねヨシノ。ヨシノとヨシノの本気っていうのかな。ねえすごいっしょすごいっしょ。またまた、そうやって人を乗せるのがうまいんだから。ヨシノを調子に乗せてどうするつもり。ないな。ま、今日はリンネちゃんの分までヨシノとヨシノンが出血大サービスしちゃおうか。おいほーい。これが…なんだ？私の顔に何かついておるのか？知らぬのか？指導があの石を見たいというのなら一緒に見に行ってやってもいいぞ。
行こう。私もついて行ってやるぞ。おーい、シドー、早くこっちだ。話した？どうしたのだ？今日の指導はおかしいぞ。あ、指導、トウカちゃん、おはよう。うむ、リンネ、おはようだ。ちゃんと起きれた？どうせ起こされたんでしょ。じゃあ朝ごはんはちゃんと食べれたんだよね。お弁当もちゃんと作ったの？え、そう？おばさん臭かった？シド、もらってくれるの？もう冗談だよ、冗談。トウカちゃん怒るよ。なんでもない。おっと、いつかくん、トウカちゃんとラブラブ投稿してきたの？お安くないですな。トウカちゃん、頑張ってるね。うむ、努力はしているぞ。大丈夫、純真なトウカちゃんの乙女心に磨きがかかればもう誰も止められないわよ。そうか、そうだといいのだが。世の中には知らない方がいいこともある。ちょっと、人聞きの悪いこと言わないでくれない？私たちがいつトウカちゃんによからぬことを吹き込んだってのよ。そうよ、言いがかりもいいところだわ。私たちの万全なバックアップがあるからこそ、いつかくんだってデレデレ鼻の下伸ばしっぱなしで過ごせてるんじゃない。今息してられるのも私たちのおかげなのに。あまり私を怒らせない方がいい。月夜の晩ばかりじゃないことを覚えておくんだな。とにかく五日くんは、トウカちゃんの一挙手一投足から絶対目を離さないように。いい？もしもトウカちゃんを泣かせたら、お母さんに頼んで天井に吊るしてもらうわよ。
お願いです、もう許してくださいって。泣いて詫びるまで車のバッテリーから電流流しちゃうから。裏社会では裏切りが一番の重罪、その時はただでは死なせない。ミツバチ一匹の毒は微量、人間が死に至るには全身を数千箇所刺されなきゃならないそうよ。でも安心して、蜂の数はもう揃えてあるから。ということで、いつかくんは今後も仲良くトーカちゃんと一緒に登校してくるように。わかったわね。シド、何の話をしてたのだ。うん、そうか。シド、ヤトガミトーカと一緒に登校してきたの。そう。ん？飛び位置折り紙。別に。ふん。トーカちゃん、チャイムも鳴ったし。私の今のはあれだ、ただの骨だぞ。至極当然のことを言ったまでで全く体はないのだ。いけない、うっかり落としてしまった。そうする、ありがとう。折り紙、貴様、今のはわざとではないのか。それはとんだ言いがかり。ん？不憫だと？種に交われば赤く。トーカちゃん落ち着いてね。あ、飛び市さんもそれでどうかな。構わない。シド。よかった。それじゃ、机を。どういたし。あまりもてすぎ。なんでもないよ。はい。あ、仕方がないな、飛び市折り紙。指導がそう言うな。何でもない。まったく指導はもう。